ありがとうございます。舞台の出演は久々で、 2.5 次元舞台に出演させていただくのは初めて。その上、活動量の多いハードな内容でしたが、スタッフの皆さん、共演者の皆さん、そして何よりご来場いただいたお客様の温かい声に支えられて、なんとか1ヶ月無事に乗り切ることができました。私も劇団ラララいで舞台にはずっと立たせていただいてきましたが、かなちゃんと同じで 2.5 次元舞台は初めての経験でした。同じ舞台でお芝居をするという点は共通でも、やはり勝手が違うところはあって、いろいろと挑戦することも多かったんです。無事にやりきることができてほっとしています。そうなんですよね、懐かしいね。それが子役の頃、私はあまり周りの子と話すような感じじゃなくて。あの頃のかなちゃん、すっごく怖かったからね。もうそんなこと言っていいの？昔雑誌のインタビューで。その話は。え、嘘。見せてもらっていいですか？わー、写真のあかねちゃんちっちゃい、かわいい。タイトル、有馬かなに憧れて。読み上げなくていいから。っていうか見るの初めてじゃないでしょ、稽古場で見たじゃない。やっぱりさすがのお芝居でした。剣という役が眩しい、太陽のような魅力を備えたキャラクターなこともあって、稽古の最中から自然と目が引き寄せられましたね。嬉しいです。大人になってからあんまり演じたことのない弾けた感じの役だったから、ちゃんとそういう雰囲気を出せるか不安だったのよね。かなちゃん、最近は B 小町としてアイドル活動をしたり動画配信をしたり、活動の幅を広げていたじゃない。そうした経験がお芝居に生きたのかなーなんて。そうかも。黒川さんも今がちで恋愛リアリティショーに出演していたし、演劇以外に挑戦したことがプラスになった部分とかあるんじゃない？どうだろう。そうなんです、ドキドキしちゃいました。ちょっと狙いすぎのキャスティングじゃないとか思わなかった？思わなかったと言ったら嘘になるけど、でもそれがあったからお芝居に乗せられたものもあった気がするから、結果オーライだよ。実は私、星野さんって、なんだかこの呼び方慣れないな。いつもアクアって呼んでるから。あ、誤解されたくないですけど、 B 小町に妹のルビーがいるじゃないですか。どっちも星野だから、自然と名前で呼ぶようになっただけです。二人の仲を邪魔するつもりはないから、そんな怖い顔しないで。してないよ、もうすぐそういう冗談言うんだから。ごめんごめん。そうそう、そういうことです。ともあれ、アクアとは子役時代にも共演してて、言ってしまえば幼なじみみたいなものなんですよね。今日は甘口でで共演した際にも感じたんですけど、いつも周りをよく見て演じてくれるので、一緒に演じていて今回もとてもやりやすかったです。でも今回のアクア君のお芝居本当に良かったな。特にクライマックスは、あんなに感情が表に出た芝居もするんだなってびっくりしちゃった。さや姫の芝居があってこそじゃないかしら。それほんと今回の舞台は劇団ラララいのレベルの高さを痛感しました。黒川さんもだけど、姫川さんのブレイドもすごかった。芝居を引き上げてもらった気がします。
じゃあ私から。舞台東京ブレードをご覧いただいた皆様、改めてありがとうございました。鮫島阿比古先生の素晴らしい原作の持ち味を損なわないよう精一杯考えて私なりの剣を演じたつもりです。お楽しみいただけていたら幸いです。 2.5 次元という文化に関わらせていただいたことでいろんなことを学ばせていただきました。ここで得たものを生かしてこれからも役者としてはもちろん、タレントとしてもアイドルとしてもしっかりと活動していきたいと思います。また何かの機会に皆様にお目にかかれたら嬉しいです。以上、有馬かなでした。すごい、やっぱり慣れてるな。なんて言おう、その原作を読んだ時、さや姫の複雑さ、人と鬼の間に生まれできるものなら人を殺めたくないと願っているにもかかわらず、渋谷クラスターを率いる鬼の王族としての責任を背負い、必要とあらば残酷に振る舞える、そんな儚さと強さ、優しさと怖さを併せ持つ姿に強く惹かれました。舞台版のさや姫もメディアの違いでアレンジされている部分は当然ありましたが、真の部分はしっかりと守られていて、原作の力はもちろん脚本家のゴアさんのお仕事にもとても感激したんです。そうした創作者の皆さんの思いを受け止めながら、1ヶ月の間さや姫として東京ブレードの世界を生きることができて光栄でした。今はただただ感謝の気持ちしかありません。関係者の皆さん、応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。この経験を糧にこれからさらに頑張っていきます。まだまだ若輩者ですが、どうか温かく見守っていただけたら幸いです。はい、ありがとうございます。かなちゃんとの共演、私も楽しみにしています。